私たちはオホーツク観光北見市へ向かってます。このハイエースでの旅が最後となり、急遽カメラを回しています。どうして最後なのかは動画の中で話してますので、どうか最後までお付き合いしていただけると嬉しいです。今日は夜に札幌を出発して高速道路を使い、紋別自動車道を終点まで乗ります。今自宅出てから約50分ぐらいかな。そして岩見沢ただいま茶室内です。トイレ休憩、高速道路を降りたら1分で道の駅エンガルに到着しました。今日はこちらで車中泊をします。現在は夜の12時です。はい、おはようございます。現在のエンガルの朝5時50分、はい、うちのボスは寝てます。今朝の温度は外は 8.4 度、車内は 15.6 度。今日は寒いですね。天気は？天気は雨。はい、今日の外じゃん、雨です。はい、北見駅にやってきました。北見はカーリングの街です。まずは腹ごしらえをしましょう。北見といったら塩焼きそばが有名ですよね。名物のオホーツク北見塩焼きそば発祥のお店、ホテル黒部の中にあるレストランシェルブルーに行ってきました。こちらは熱々の鉄板に盛り付けされた焼きそば、スタッフが魔法の水をかけてくれます。ジュージューという音とともに湯気からはホタテの香りが漂ってきます。でかっ、絶対ホタテ入ってるのがルールなんだよね、北見の塩焼きそばの。本当だね、うん、一口で食べてみるね。プリプリ、うまかった。北見の塩焼きそば特にめっちゃ美味しい。明日の朝に食べるワッフルを買いに行きます。北見駅から少し離れた場所、丹野町に向かい、車で約11分のところにある菓子工房志賀さんにやってきました。次はプリンを買いに北見市中心街に戻ってきて、極生プリン専門店こいさんにやってきました。明日の朝ここのプリンを食べたいと思います。今から買ってきます。お風呂に来ました。はい、今日めちゃくちゃ寒かった。めっちゃ寒い、冬だよ、うん、寒かった、温まろう、うん、今ね、のつけの湯っていうところに来ました。はい、気持ちかったね。のっけのすっぴんだから。気持ちかったね。よかった。今日北見の撮影が終わって宿泊地、今回は北見ファミリーランドのすぐ横にあるキャンプ場にやってまいりました。ここはメリットは無料っていうところ、はい、車中泊もできますよっていうことで、はい、来てみましたが、はい、今日はあいにくの雨で誰も来てません。ちょっと怖い、見てみる外。一回ここ電気消して外。うわー、トイレは電気ついてるけど誰もいなくて怖いです。なんかさ、クマとか出たら困るよね、山の上で。そうそうそう、誰も来れない。こちらははい、真っ暗真っ暗。
怖いです。最後の設営、前にもちょっと紹介したことあるんですけど、こうカーテンを窓にはつけましたので楽になりました。はい、こっちもカーテンします。えりも岬に次ぐ怖さだね。岬で誰もいなくてさ、怖かったけど、風ビュービューで今日もそれぐらい匹敵するぐらいさ怖いです。はい、いつもベッドキットの下にあのアルミのマットを敷いて、そしてずれました今回車移動中に。で下には寒いので電気毛布入れて、そしてこの寝袋で寝てます。今日ベッドのキットが一番上だからね、もう首がこんな折れ曲がっちゃうんだよね。ポータブル電源は3台使ってます。エコフローのリバー、これは撮影機材とかを主に充電してました。エコフローのデルタ2ね。こんな感じで2台接続してます。チャクリーキャプテイン708、これは電気毛布で使ってます。冷蔵庫は廃光器を使ってます。はい、まあ現地で買ったものとかね、飲み物とか、うん、じゃあ乾杯の後、今後の車中泊について重大発表をします。はい、今日もクラシックで乾杯。乾杯です。北海道の自慢廃光器でキンキンに冷えてます。ちょっと冷えすぎ感もあるけど、それでは今後の車中泊について重大発表。ハイエースは、なくなります。車中泊動画をしないわけではありません、はい、まあ、今観光とかグルメとかね、うん、北海道のものを多くしてるので、うん、そんなには多くはないと思うけれども、うん、しないわけではありません。発表です。実はキャンピングカーを買っちゃいました。言っちゃった、まあの中古ですけどはい、キャンピングカーの納車動画を作りたいと思っています。はい、まあ、キャンピングカーでの車中泊となっていきますので、幅が広がるよね。今まで車の中でこう設営してやるのが大変だから、なかなかできなかったんだけど、できなかった。でもキャンピングカーになったらきっとね、歩けるから、そしていろんなところも回れると思うし、うん、はい、楽しみに、私たちも楽しみにしてます。はい、はい、まあ、そういうことで、はい、視聴者の皆さんも楽しみにして、楽しみにしていただいて、まあ、北海道の観光とかグルメをしながら、うんうん、まあ、車中泊もしていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。納車が6月の6日令和6年の6月6日、はい、666オーメンです。何それ。それではまた明日。おはようございます。今日は朝すごく寒いです。車内の温度は 9.3 度。昨日雨が降っていたので外の気温は測れてません。じゃーん、うわー、はい、キャンプ場の朝、車から見るとこんな感じでした。
はい、朝のモーニングコーヒー。うまい。うん、おいしいね。菓子工房滋賀で買ったお菓子。はい、いちご味、あん、カスタードって買ってみました。それを朝ごはんにしたいと思います。はい、いただきます。いちごだよ。私カスタード。甘酸っぱい。うーん。あ、今の香りがすごい。すごい、生地がふわふわだね。うん。カスタード美味しい。あん食べ。すごいこれ。みっちり入ってる。美味しい。うーん。バトヨンの宝石箱です。はい、次は極生プリン専門店こいさんで買ってきました。ここは北見市中心街にあり、昨年の春に北陸から北見市へ初上陸したプリン屋さんのようです。これ味違うの？違うの。こっちは濃い好き、こっちはノーマルのカスタード。これスイートプリンはオホーツク網走牛乳を使用していて、濃厚であっさりしたプリン、甘いキャラメルソースをかけて食べます。濃い好きは月下美人という牛乳を使用していて、ビート糖で味付けされているので濃厚でコクのあるプリンのようです。じゃあプリン食べる。プリンこっちの丸。あ、濃い。すごい優しい味してる、ビートだから。あ、甘すぎない。おいしい。濃厚。はい、次清月で買った八花羊羹。八花羊羹。あ、そういう風に発酵も食べ進んでいくと、奥からほんわり発酵が香りがしてる。食べた瞬間は分かんないけど、食べ進んでみたら分かる。発酵がスーッとしてる。美味しいかもこれ。それから赤いサイロ。赤いサイロですよ、北見で有名な。そうだねーって有名なロコソラーレ。はい、もぐもぐタイム。はい、もぐもぐいきます。うん、しっとりして美味しい。そうだね。なにこれ。うん、チーズの味が濃いです。まったりしてる。うん、美味しい。北見市街を抜けて札幌方面に向かいます。はい、道の駅温泉温泉にやってきました。観光案内所があるらしいよ。すごい。本物のカーリングストーンです。ちょっと持ってみませんか。さて何キロあるでしょう。持ってみます。本当なんだって。すごい。はい、これは20キロあるそうです。お、ここ出ると、はいはい、世界最大級の旗時計カムリン。あと10分で鳴るよ。行け。今回は2人で対戦するというふうに決めてました。木こりの丸太切りレースです。カメラあるかったよ。木登りレースです。木登りレース。もうすでに疲れてます。Oh!
来たよ。白花豆のソフトクリーム。美味しそう。350円。はい。豆。前も同じこと言って。豆の味が濃いんだもん。美味しいよ。ここは温泉湯温泉の温泉夢広場足湯です。ちょっと中に入ってみよう。この日は風が強く寒かったので、ビニールカーテンがあって寒さ対策となり、とっても良かった。おお、すごい。入ってみます。いやこれ気持ちよかった。だって温泉温泉だもん。ここさ、硫黄の匂いすごいしてるもんね。すごいしてる。あ、これはいいわ。気持ちいい。あったかくて気持ちいい。あ、これ効くわ。ね。あ、あったけ。気持ちいい。寒いから。43度だからまあまああったかいよ。キツネ牧場入ってみます。キツネいた。どうしますよ、キツネ牧場です。行きます。あ、もう早速いた。わ、キツネすっごいいる、いっぱい。すごいよ。ねえ、すごい。たくさん。いっぱいいる。キツネだらけ。牧場だから。はい、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。したっけねー。すごい面白かった、キタミ。ね。はい、最後は北キツネ牧場でした。